ヘバスユーピーだぜということで、タイトルにもあると思うんですけれども、あるイベントにですね、出演っていうか、出ることになりまして、何かというとですね、ババン、もう早速見せちゃう。クルメジュニア音楽祭2017、10月8日日曜日、クルメ座であります。全国で、なんか予選があったみたいなんですけど、で、それに、まあ、勝ち抜いた人たちが、グランプリを決めるみたいな。だからなんかシンガーソングライターの方とか、結構いろんなね、ジャンルの音楽関係の人たちがこう出るみたいなんですけど、クルメシティプラザクルメ座で、12時半会場、13時開演で4時間ほどやるようです。まあ、僕はそこでね MC やるんですけど、アシスタントをね2人引き連れて MC を進めていくんですけども、審査員の方もね芸能関係者の方とか、いらっしゃるんで、僕がねどこまでユーピーを出せるかっていうのもね非常にこれも見どころですよ。本当に、まあ、司会としてこの方たちを引き立てつつもユーピーを出していくというね、難しいですけれども、そういう、まあ、気持ちでちょっとやらせていただきます。入場無料なんで、皆さんこれ強い、お金かかったりしません。皆さんには僕ブースにも立つんで、僕と交流することもできますんでね、まあ、なかなか僕がねその九州で交流することっていうのはないので、僕ともお話ししませんかというような感じでございます。ということで、告知だけになってしまったんですけれども、10月8日ぜひぜひ来ていただいてもらってもいいっすか。ということで終わりたいというふうに思います。ユーピーでした。さようなら、リンキョ。